DT 対応する外装系カスタムパーツを1分でご紹介。スワイプフロントキット、ミノ。ハイキャパを威圧感のあるスタイルに進化させるキット。スライド部分を前面から押すと射撃ができなくなるハイキャパの弱点をカバー。アンダーレール搭載でフラッシュライトなどの拡張性も有しています。あと、単純にかっこいい。カスタムスライドストップ。グリップが太めで片手操作が意外と難しいハイキャパ。スライドストップの操作アームを延長させることで、片手でも簡単にスライドをリリースできてしまう人気アイテムです。カスタムマガジンキャッチ、ミノ。全ハイキャパユーザーに問答無用でおすすめしちゃいたいのがこちら。グリップを握り直すことなく簡単にマガジンをリリースできるようにする超絶便利アイテムです。カスタムスライド、タンドニール。デザイン性とマイクロドットサイトを直接マウントさせられる機能性を併せ持つカスタムスライド。銃の印象を最も変化させるスライド、めっちゃ攻撃的なデザインに仕上げました。肉抜きされた部分からチラリと見えるアウターバレンダーいいです。カスタムグリップ、R。実用性とデザイン性を両立させたハイキャパ専用のカスタムグリップ。サイドパネルを大胆にくり抜いてマガジンが握れるスタイルのボーンタイプと、握りやすいラウンド形状で滑り止めの下加工まで施したカバードタイプがございます。ハイキャパ、ノンリコイル2ウェイアウターバレル。ショートリコイルをミットし、安定したスライドの動作を実現。ノーマル形状のマズルと 14mm 逆